関係詞を理解している今の皆さんならこの程度の文章短いですということで問題です。カッコの中に入る関係詞は何でしょうか。スペイン語 YouTuber ノブシート。オラアミゴス、スペイン語 YouTuber のノブシートです。今回はスペイン語の関係詞を一緒に勉強していきましょう。代表的な関係詞といえば関係代名詞です。英語で言うとザットのことですね。関係詞をしっかり理解することができればある程度長い文章のスペイン語をしっかりと理解することができます。また自分が話すときにも今までよりも長いセンテンスを自由に扱うことができるようになるはずです。こちらの動画では関係詞とは何なのかの説明から始まり、関係詞の種類の説明、そして関係詞に関する練習問題を一緒に解いていってしっかりと理解を深めていきましょう。もしもこちらの動画が役に立ったと思いましたら、ぜひチャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。毎週水曜日にスペイン語学習に役立つ動画をアップしておりますので、ぜひとも応援をよろしくお願いいたします。ではテーマに入っていきましょう。まずは関係詞とは何なのかについて一緒に見ていきましょう。関係詞とは主語や動詞を使って名詞を修飾したいときに使う語のことです。通常名詞を修飾するのは形容詞ですよね。例えば Este es un libro caro、 un libro というのが名詞です。それを caro という形容詞が意味を付け加えることによって高価な本という意味が生み出されていることがわかると思います。しかし実際にはもっと複雑な意味を名詞に付け加えたいという場面が頻繁にあります。まずは日本語で考えてみましょう。これは昨日私が買った本です。こういった文章を作るときには関係詞が欠かせません。スペイン語を見ていきましょう。 Este es el libro que compré ayer。 この文章では el libro、 その本という名詞に対して説明を付け加えているわけなんですが、 que 以下の塊がエリブロを修飾しているということになります。コンプレアジェル、私は昨日買いました。これは主語と動詞を使った文の塊だとわかると思います。こういった主語と動詞を使った文の塊を使って名詞を修飾したい、こういう時に登場するのが関係詞。ここではケという関係代名詞が必要になってくるということですね。まあここまでの説明ではどういうことかなと、100% 理解できなくても当然です。ここからだんだん、例文や練習問題を使って最終的には理解できるようになりますので、ここでは 50% ぐらいの理解でいいと思います。関係詞の種類は3つあります。関係代名詞、関係形容詞、そして関係副詞です。これから順を追って説明していきます。関係代名詞の説明に入る前にいくつか文法用語を説明させてください。文法用語自体は覚える必要はありません。ですがこの動画の説明を簡略化するためにもぜひ説明をさせてください。まずは関係説という言葉があります。これは先ほど申し上げた主語と動詞を使った文の塊のことです。この関係説という文の塊が前にある名詞を修飾することによって意味を複雑にすることができます。そして先行詞という言葉も覚えておきましょう。先行詞というのは関係説の説明を受ける名詞のことです。これから私が説明の中で関係説の中にとか先行詞の役割はというふうに言うと思いますが、何のことだろうと思わずに迷子にならずにぜひついてきてください。では関係代名詞の説明に入っていきましょう。関係代名詞は先行詞が関係説の中で主に主語や目的語の役割をするときに使います。言葉で説明するよりも例を見た方が早いので例を見ていきましょう。 Este es el libro que tiene buena fama。 ここの先行詞は el libro ですね。そして que 以下のところが関係説になります。関係説を見てみましょう。 tiene buena fama、 主語は見当たりませんね。動詞は tieneです。この動詞の原型は tener、 持つという動詞ですね。そして buena fama、 これが tener の目的語として使われています。訳してみると何々は評判が良いですというふうになります。何々はといった通り、この部分だけ見ると主語が曖昧ですよね。なぜなら主語が見当たりませんからね。つまり先行詞の el libro というのが後ろの関係説の中で主語の役割をしているということです。
逆に言うと関係節が el libro という先行詞を説明するために使われているということですね。このように関係節の中で先行詞が主語の役割をするときには関係代名詞を使うんだよということですね。ではもう一つ例を見ていきましょう。 Este es el libro que compré ayer。 まずは先行詞を探していきましょう。先行詞はそう、el libro ですね。前の例文と同じで el libro が先行詞として使われています。続いて関係節の中を見ていきましょう。主語はあるでしょうか？主語は見当たりませんよね。では動詞を見ていきましょう。コンプレという動詞があります。これは動詞コンプラールの点加語形一人称単数の形です。つまり助の活用ですね。ご存知の方も多いと思いますが、スペイン語では頻繁に主語を省略します。なぜかというと動詞の活用を見れば主語が誰なのかということがわかるからです。なのでコンプレという風に言ったらネイティブは、ああ助の活用の動詞だな、つまり主語は助だなという風に、自動的に解釈するわけですね。日本語も主語を言う必要がないですよね。頻繁に主語を省略するのが日本語です。それと同じようにスペイン語も主語を頻繁に省略するんだよという風に思っておいてください。つまり主語は目に見えないですけども動詞の中に隠れているという風に解釈することができます。続いてアジェルと言っています。アジェルというのは目的語でしょうか？違います。こういったいつどこでみたいな状況を説明する単語もしくは塊のことを状況保護と言います。状況保護というのは主語や動詞、目的語と比べると文章の中で重要性が低いものです。なぜならそれ自体がなくても文が成立してしまうからですね。例えばここでアジェルというのを言わなくても文章はきっちり成立するわけです。ただこの文章の中で昨日という付加的な情報を加えたいのでそっと付け加えているだけだということですね。ここまで来ると主語ありましたね、動詞ありましたね、目的語これがないんですよね。ということで前にある先行詞は目的語である可能性が高いと推測することができます。皆さんここまで聞いて毎回こんな風に頭をこねくり回して考えないと関係者は理解できないのかというのは思わなくて大丈夫です。というのは慣れていけばここまでのプロセスが自動化できますし、そもそも関係詞だけを見てみるとコンプレアジェルと言ってるわけですよね。私は昨日買いました、何をっていう風に思いますよね。そう、この足らない感じ、不足感、欠落感がすごい重要なわけです。大事な要素が何か欠けている、この感覚を身につけると関係節をすごく簡単に理解することができると個人的に思っています。つまりコンプレアジェル、私は昨日買った、何をだっていう風に思う、つまりあ、じゃあ先行詞がその目的語の役割をしているんだなっていう風に推測ができるわけですよね。でここまでのプロセスをどん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 慣れていけば自動化、要は頭で毎回考えずとも自動にスラスラ出てくるように、もしくはスラスラ理解できるようになっていきます。これは練習や経験がそういった自動化に結びついていくと思います。いつか動画でね、需要があれば作りたいなと思うんですけども、私通訳として働いていたりとか、そこそこペラペラスペイン語を話すんですけども、いちいちやっぱりこういうことを考えて話していません。でどんどん前から前から文章を作っていくわけです。で前から前から理解をしていくわけです。なんでいちいち、あ、これは主語、これは関係節とかもちろん思っていません。あくまでも説明しているときにこういうふうにメカニズムを説明しているだけなので、実際に話す聞くときは、こういった文法用語はもう取っ払ってしまって大丈夫ですが、その自動化をするためにはやはりしっかりプロセスというか理論も理解して練習してっていうね、このプロセスが大事だと思っているので今こういうふうに説明をしているというふうに理解をしていただけると助かります。ですのでまとめますと、先行詞が関係節の中で主語や目的語の役割をするときに主にこの関係代名詞を使うんだよというふうに覚えておいてください。ここまででしっかりまだ理解できてないなと思う方はぜひ動画を何回か見直してみて、もしくはどうしても分からなかったらコメント欄で質問をしてみてくださいね。続いて関係形容詞について勉強していきましょう。関係形容詞とは所有詞と置き換えて使う関係詞のことです。所有詞とは何でしょうか？所有詞とは私の、君の、彼の、彼女のといったように所有を表すことができる語のことです。この所有詞と置き換えて使う関係詞、関係形容詞こそが空助
というものです。今から2つの独立した文章を言います。その後でこの2つの文章をくっつける働きをする空条の使い方を一緒に見ていきましょう。まずは2つの文章を見ていきましょう。 Este es el libro、 これはいつもと同じようにこれはその本ですという意味の文ですね。続いて Su autor nació en Barcelona、 その著者はバルセロナ出身ですという文章です。これでは2つは独立な文章として存在していますけども、この文章をくっつけて使いたいな、1つの文章としてまとめたいな、こういう時に関係形容詞の空助が役に立ちます。どういう風に使うのか見ていきましょう。 Este es el libro、 cuyo autor nació en Barcelona。 こうすることでもともと別々だった2つの文章が1つにまとまりましたね。このように関係形容詞の空助は非常に便利で、いろいろなシチュエーションで使える関係詞だと思います。一つ注意ポイントがあります。空助は後ろの名詞に対して整数1を行わなければいけないということです。整数1とは何でしょうか。整数1は通常形容詞が名詞を修飾する際に行っているのと同じ現象のことです。例えば男性単数の名詞にかかるときは男性単数名詞の形の形容詞を使いますよね。例えばEste es un chico alto、 un chico という男性名詞の単数形に対して alto という形容詞がかかっているので alto という形になっていますが、これがもし una chica という女性名詞の単数形にかかる場合は形容詞の alto も形を変えますよね。例えば Esta es una chica alta。 このように通常形容詞を使うときにも整数1というのを行っています。これと同じようなことを空助もしないといけないということですね。例えば先ほどの例文で著者が女性だった場合、このように空助の形を変えないといけません。 Este es el libro cuya autora nació en Barcelona。 注意するのは前の名詞先行詞に対して整数1をするのではなく、後ろの名詞に対して整数1を行うということが注意しないといけないポイントです。続いて関係副詞について勉強していきましょう。関係副詞とは場所や時間、様態などを表す名詞に対して説明を付け加えることができる関係詞のことです。関係副詞の種類は様々で使い方も多岐にわたるので、最もよく使う関係副詞であるどんでの説明をさせてください。どんでは場所を表す先行詞に説明を加える関係詞だと思ってください。例を見ていきましょう。Este es el libro donde los protagonistas son gallegos。 ここでは el libro という先行詞、場所を表す先行詞に対して後ろ donde 以降が説明を付け加えているのがわかると思います。 el libro、 本って場所なのかなと思った方鋭いです。通常本は場所とは捉えないですよね。しかしこの文章をよく見てください。その本の中では主人公はガリシア出身の人です。つまり本の中という世界、場所のことを表しているので、 El libro、 本という場所とはちょっとねイメージが違う名詞ですけども、場所と捉えてどんでという関係副詞を使うことができるということですね。このように物理的な場所以外でも比喩的な場所に対してもどんでを使って説明を付け加えることができるというふうに頭の片隅に入れておいてください。ちなみに先ほどの文章、関係副詞のどんでを使わずに関係代名詞を使って修飾することも可能です。例を見てみましょう。 Este es el libro en el que los protagonistas son gallegos。 このようにen el que という関係詞の塊ですね、これがどんでと同じ役割をしているというわけです。しかし関係代名詞のけ反対ではどんでと同じ役割をすることはできません。同じ役割をするためには前置詞の en だったり定冠詞の el を付け加えてen el que という風にセットとして使わないといけません。ちなみに定冠詞の el というのは前の先行詞の整数に一致しますので、例えば他の名詞、例えば女性名詞にかかるときにはこれを変更しないといけません。他の例を見てみましょう。 Esta es la ciudad en la que viví dos años。 このように先行詞が la ciudad、 女性名詞の単数形の場合は en la que という風に定冠詞の部分を変えないといけないということですね。要するに関係代名詞の que を使っても説明することはできますが、ちょっと複雑になってくるので、場所を表す先行詞の場合は
ドンデを使った方がシンプルで分かりやすいということですね。ここまで動画をご覧になっていただき本当にありがとうございます。この動画を通してスペイン語の関係詞を少しでも身近に感じることができていたら本当に嬉しく思います。ここからはスペイン語のテストであるデレの実際の文章を利用してその理解をさらに深めていきましょう。このテスト問題はインターネットで無料で公開されているものです。もしテストの全容が気になる方は動画の概要欄からぜひサイトに飛んでみてください。こちらはデレの米ウの中級レベルの文章問題から抜き出してきた文章になります。うわこの文章長いなというふうにネガティブな反応をしたかもしれませんが大丈夫です。関係詞を理解している今の皆さんならこの程度の文章短いですということで問題です。カッコの中に入る関係詞は何でしょうか。3つ選択肢を用意しておきました。大切なのは先行詞が関係説の中でどんな役割をするかでしたね。それを踏まえて何が入るのか考えてみてください。正解は1番のけです。なぜかというと先行詞のウノスパジャーソスが関係説の中で主語の働きをしているのでこういう時に使うのは関係代名詞のけであるというふうに判断ができるためです。関係説を見てみましょう。主語はなく動詞は三人称複数形に活用されていますね。目的語はアロスニーニョスというものがありますので目的語も発見することができます。そうすると主語はない、動詞は三人称複数形に活用されていて目的語はある、つまり先行詞は主語なんじゃないかというふうに推測を立てることができます。その過程をもとにウノスパジャーソスという先行詞をログラロの前に入れて文章を作ってみるとあら不思議、文章が成立しますよね。ということはやはりここは主語の働きをしている、つまり関係代名詞であるけを入れるのが適切だというふうに判断ができるということです。今回の動画いかがでしたでしょうか。もしも少しでも役に立ったというふうに思いましたらぜひチャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。スペイン語文法を解説するっていうね、真面目すぎるテーマからか再生回数はあまり伸びないんですけれども、こういったスペイン語のね、役に立つ動画こそがきっと、日本でスペイン語を独学されている方、もしくは最近スペイン語の勉強始めましたっていう方とかね、はたまたスペイン語圏に住んでいるけれども自分のスペイン語力がまだまだだなっていう風に感じている方、まあ、そういった方のためにはこういったね、スペイン語を分かりやすく解説する動画こそが必要なんじゃないかなっていうふうに、思っておりますので、これからも毎週水曜日にね、役立つ動画をアップしていこうというふうに思っております。ですので、もしね役に立ったと思ったらぜひチャンネル登録といいね、そして、スペイン語の勉強をね考えている方、もしくは、実際に今している方、そういった方がね身近にいる方はぜひねこの動画をシェアしていただけると大変大変ありがたいなというふうに思っておりますので、ぜひぜひ応援をよろしくお願いいたします。また、スペイン語に関する質問も YouTube のコメント欄もしくは Twitter のアカウントの方で、質問を投げてくださればなるべく全部目を通すようにいたしますので、回答をねさせていただきたいなというふうに、思います。ですのでこれからも、スパニッシュノブこのチャンネルをよろしくお願いいたします。ムティスマスガサスポルベレステビデオイノスネモスプロント、チャオチャオアディオス。